everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月16日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。お名古屋もね、寒くなって乾燥してきましたね。王子の唇もね、パリパリになっててね、誰かね、王子の唇にね、リップクリームを塗ってちょうだい。滑り落ちマスクマンです。おだまり。はい、名古屋は乾燥がひどくて、私の手はなんだか最近カサカサです。誰か私にハンドクリームを塗ってくださいって。自分で塗ります。みそ煮込みスキーと、ですね、まあ、最近の名古屋なんですけども、朝晩は寒くてですね、昼が暑いということで、本当に寒暖の差が激しくてですね、アイスクリームが食べたいのか、それともホットコーヒーが飲みたいのか迷ってしまうダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはマイ。今週のテーマはマイクです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今日は名古屋は栄養はちょっとしたお知らせのコーナーになってます。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士目指す方奨学金不要です。トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、先週のですね、アワでいただいておりますので、はい、お読みしたいと思います。はい、お願いします。泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。泡、好きな泡は石鹸の泡が好きで、沖縄の石鹸の泡が好きです。くも字でやっている昼の番組で金曜日のクイズのプレゼントの石鹸が好きで、この石鹸と泡の匂いが好きで、沖縄に行けば必ず買いに行きます。ソープブティックラクッチーナの石鹸が好きです。あら、なんかね、うん、ちょっと違うお店の名前に思っちゃうわ。王子は違うお店？違うお店、うん、違う、ちょっとお店に思っちゃってね。どんな店ですか？それは言えません。あれ、ま、あれそうでしょ。また沖縄に行ったら買いに行きたいと思っています。じゃあまたやということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラクチーナの石鹸ね、ほんといい香りなんですよ、うん、あ、そうなんですか。はい、はい、あの、ね、ちょっと違う、あの泡の、あのお店の方かなと思っちゃってね。違う泡。おだまり。じゃあ次行きましょうか。分かってるくせに。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。フルムンシンイチです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕が持っているレコードで泡まみれの美女がフューチャーされているアルバムがあります。実際には裸で生クリームですが、とってもいいよね。写真もあるんですけど、ちょっと白黒でごめんね。ああ、はい、いい感じですね。いい感じですか。はい、ハーブ・アルバートのアルバムでオールナイトニッポンのテーマ曲として有名なビタースイートサンバが収録されています。はいはい、わかります。
うん、なんか今、うん、頭の中でみんな、うん、悩んだ人は、わかります。同世代かな。うん、はい。なんか、すごいセクシーだね。これ、カラーで見たらどんな感じなんでしょうね。気になるな。ですよね。ですよね。興味がある方、調べてみてください。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。ジャイアントコーンをもっとジャイアントにしたいアレックスです。でっかい。でかすぎると大変だよ。はい、液体生クリームを泡立てて、固めの生クリームをホイットコーヒーにかけて、シナモン振って飲むのが冬っぽいと思います。ただ、生クリームをかき混ぜるの大変ですよね。スプレーの生クリームにしようかな。ってことでございます。あ、スプレーってこうシューってと。あ、あります、あります。スプレーのホイップ。あ、そうなんですか。でも今、簡単ですね。泡立てる方が私は美味しくて好きですけどね。なんか、でも結構力いりますよね、生クリーム泡立てるの。はいはいはい、なんかこう、粘り気が出てくるっていう感じ。そうそう、頑張って空気を含ませないと、うん、なかなか生クリームならないです。まず腕が最初に痛くなるっていう。はいはいはい。うん、でも自動の泡立て機があって、こう、ウィーンってやるっていう場合もあるんですよね。ああ、機械でもちろんやれば楽ちんですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では行きますね。はい。旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕にとって泡といえば、やはりビールの泡ですね。泡のないビールが出されたり、泡が多すぎるビールが出されたりすると、とても残念な気持ちになりますね。いや、王子大好きなんだけどね。ビール7、泡3の比率で出されたらもう最高ですね。ビールの鮮度を保つ役割がある泡。それが残ってる間に飲み干す瞬間が至福の時ですよね。といただいております。ねえ、これ誰かに言いたいね。ねえ、泡のないビールが出されたり。うん。イカリさんね、私ね、泡なしビール飲んでますのでね。あえて泡のないビールをオーダーする男ですからね、この方。なんかね、なんかシワシワがね、なんかね、こう、唇につくのが、あんまり好きじゃないんですよね。本当ですか。地獄を見るわよ。くもじ局のね、某ディレクターさんは、それを、はい、ね、泡を口ひげみたいにして楽しんでますけど。はい。うん、そうですね。それが、お好きな方がいらっしゃいますので、はい。ね、いかりさんまた一緒に飲んでください。ありがとうございました。分かっちゃいないんだね、ビールは。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、今週のテーマ、マイクでお伝えしたいと思います。はい、はい、お願いします。ダンサーさん、ピソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、ゲストの、これはですね、はい、ごっくんちょ兄さんはですね、先週ですね。先週、出ていらっしゃいますのでね、はい、シュープリームさん、はい、今日はゲストはいらっしゃいませんよ。はい先週でしたね。先週ですよ。はい。はい。はい。マイクでパッと思い浮かぶのは、山口百恵さんの引退コンサートでマイクを置くシーンですね。優秀の美というか、かっこいい引き際というか、子供ながらキュンキュンしましたね。あら、嫌だ、私ったら。私は平成生まれの、ヤマンバギャルだわ。あ、マイクといえばマイク牧のあの名曲ですね。王子、さあどうぞ。マイク・マキさんはね、マキ・クロードのお父さんですよ。おお、うん、そうだ。どうこの。この、いや、今、何を求めました何を求めてるんですか今ね、名曲と言われましたんで、このまた名曲というものは歌ってくださいってことなのかな、はいうん、お引き取りください。またこの歌のね、コーナーはですね、また王子のね、滑りナイトでお送りしますのでね。お引き取りください。滑りナイトやるのかな怖いな。なんかさっきの泡の話で、実はなんか、ちょっと泡のことで今盛り上がってるんですけど、はい、ツイキャスが、はい、私はビール泡なし派、品川もろともさんです。だよね。で、ナッティナチコさんも王子と一緒、泡なし派って。で、アーカさんも私も泡なし派です。あれこれは王子擁護派ですか？あれすごいね。でしょう、だから皆さんいらっしゃるんですよ。真っ白いキャンディさん、とりあえずビールですって。はい、もう飲んでるのかなとりあえずビールがあればいいってことでしょうね。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
すごいな、そうか、衝撃。なんとだから、そういうお好きな方がいらっしゃるんだから。もう寿司に飲みに行って、ビール泡なしで頼むとなんか腹立ってくるんだけど。いつも笑ってるよね。目がいつも笑ってるもんね。もう大丈夫。もう、ね、買って知ったらお店だから、ね、はい、大丈夫です。はい。はい。はい、では行きますよ。はい。ラジオネーム、はい、葛飾のじいさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そして、つるりんすべりたまごさん、こんばんは。え、そんなに滑ってる？滑り、しかも、滑り、たまごさんですからね。ああ、よく間違えられますね。たまごです。はい。さて、テーマ、マイク。マイクといえば、マイク巻きと言いたい。あれ？さっきも、なんか聞いたな。最高。行きたいところですが、今日は、マイク水野にしたいと思います。マイク・ミズノは映画評論家の水野晴郎さんが映画監督の時に使っていた名前です。水野晴郎さんが監督、脚本だけでなく、尊敬する山下智之、陸軍大将を演じた映画、シベリア超特急はいろんな意味で衝撃でした。シベ超と呼ばれ、一部には熱狂的なマニアがいるこの作品は続編も何冊か出てましたね。あれ？そういえば今日のテーマって何でしたっけ？では今日も楽しい放送をということで、ありがとうございます。いいとこみんなついてきますよね。ね、すごいですね、うん。マイクのこの幅広さですね、テーマのね。うん、そうだよね。だからね、私たちだとね、このマイクを前にしておしゃべりしてますけども、はいはい、皆さんのね、発想がね、素晴らしいですよね。ね。え？イミグレさんがシベリア超特急懐かしいって。まあ僕もね、王子もちょっとわかりますけどね。え？ん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 ？何がわかる？いや、その映像っていうんですかね。はい、水野晴郎さんがなんか映画でこう出てったよなっていうのをね。ああ、うん、なんかね。うん、その流れは全然わからないですよ。なんかね、軍服みたいなの着てたような気がするんだよな。なんか今、なんかもっと身のある話するなかった。ごめん、期待した私がいけなかったわ。ね、この間がね、みぞちゃんがね、はい、なんかお話をしてくれるのかな、ずっと待ち構えてたもん。いや、なんか。ごめん。ちょっとね、なんかちょっと引いたね、今ね。いや、追加するのコメントちょっとごめんなさい。あれ、また放置プレイするのかなと思う、はい。ちょっといいですか、シナワモロトモさん、はい、どうした MC 陣の連携。いや、こんなもんです。こんなもんですよ。ね、こう意思疎通が悪いでしょ、とっても。いや、疎通したくない。いや、もうなんかみんな個性派ですからね。そういうことをね、ね、おっしゃるならね、ずっと喋りますよ、王子が。ね、お黙り。やっぱダメかな。はい。それはちょっと遠慮してください。はい。はい、ということで、いきますね。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。王子です。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、先生ありがとうございました。はい。深夜のね、はい、ゲスト出演させていただきまして、ね、ダンサーズと味噌煮込みで。はい。はい。うん、まあ、いずれ、なんか、王子が面白い展開になるかなというところですけれども。はい。はい。ゲーム配信を始めようと気持ちが急いだのが、近くの電気屋さんで、このマイクしかないと思い、購入しました。はい。ということで、ちょっと写真を見れるかな、よいしょ。うん。こんな、それでメッセージが。はい。よいしょ。こんな感じのマイクです。はい。はい。はい、見えるかしら、ツイキャスの方。うん、うん。見えますかね、うん、はい、うん。はい。なんかこれ、どう説明していいのかな、このマイク。あ、わかりますそれ。よく見ますね。よく見ますね。はい。はい。だけど、うん、電気屋のもう少し違うコーナーには、ソニーのよく見る感じのマイクが、同じぐらいの金額であったり、ネットで買えばよかったかなって少し後悔しています。まあ普通に使えるから問題はないですけど、旧名古屋のスタジオマイクはいくらぐらいなんですか？答えられなければどんなマイクを使っているかだけでも教えてほしいです、うん。ということで、ダンサーさん答えをどうぞ。まずですね、はい、今使ってるマイク、はい、この今、私これ、このマイクなんですけども、これはシュアーのいわゆる骸骨マイクと言われるマイクですね。はい、これいくらだったかね？みんな実を言いますと、はい、ここにあるマイク、味噌煮込み好きが今かけてるヘッドセット以外は、全部中古品です。はい、はい。全部中古品になりまして、ね、このマイクはだいたい6000か7000円ぐらい。
で、王子が今使ってるのはシュアの SM58 っていう、有名なマイクですけど、これがですね、これも4、5000円 ?5000 円ぐらいじゃなかったかな。値段バラすバラす。で、溝煮込み付きが今つけてるマイクはヘッドセットですけど、はい、これゲーマー用のやつなんですよ。ゲーマー用ってこれゲーマー用のやつなんですね。うん、で、通常じゃちょっと使えないので変換かけてやっております。うん、値段はね、2000円ぐらいだと思います。うん、なんかギネスさんが、はい、ダミーヘッドマイクで王子に一言言わしたら一気に氷点下に下がるかとって。はい。あと、イミグレさん、実はね、もう一つね、ゼンハンザーのマイクもバックアップであります。ゼンハンザーと、オーディオテクニカも。バックアップでありますけど、これも、6000円で買ったようなマイクですね。ねはい。白川物音さんが、まさかのゲーミングヘッドセットって。そうそう。そうなんですよ。あずしかのちいさんが、みそりさんゲーマーってなってた。ほら、印象が。こっそりやってんだよ、番組中まで。違う。でも残念ながら、本当にゲームと無縁なんですよね、私。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あ大丈夫かな、あ時間ですね、うん、じゃあ、はい、一旦ね CM を挟んで、はい、ちょっとプチ告知ですね、はい、はいはい、キウナゴヤ建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中、和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アキジャ美容院、整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナゴヤ。はい、名古屋栄養のコーナーです。はい、先ほども味噌煮込みスキーがお話ししましたように、プチ告知をさせていただきますけども、次回のですね、はい、キウナ名古屋から、はい、番組終了後、アフタートークを3分間だけ放送いたします。って言ってもですね、ツイキャスのみです。こうやろうと思ってます。うんうん、ただですね、アカウントを別のアカウントで、はい、配信いたしますので、今からですね、その配信先を、
やろうと思ったんですけど、文字オーバーしちゃった。はい。ね、FM ギノワンの、アカウントではなくってことですよね。そうですね。はい。はい、別のアカウントからやろうと思ってます。はい、で、配信先をですね、このアカウントですね。ちょっと待ちくださいね。このアカウントで。はい。キユナゴヤのアカウントですよね。はい。はい、このアカウントでですね、はい、次回、11月23日から3分間だけ、はい、やろうと思っております。本放送は通常の FM ギノワンのツイキャスで、はい、その後番組終了後3分間だけ、はい、キユナゴヤのアカウントで配信ということですね。そうですね、はい。そちらをさせていただこうと思っております。はいはい、今日からで、あ、今日からじゃないんです。来週からです。はい。で、さやさん、C 分。はい。もう C 分そのものですね。C 分放送ですね。はい。ということをやろうと思ってます。はい。その告知でした。はい。はい。はい、ということで、名古屋栄養のコーナーでした。はい。キユナ名古屋。はい、時々ね、うん、こうやってね、スマホ見てると、はい、つむつむやってるっていう話になってますけど、どういうこと？はい、皆さんのツイキャスを見てます。はい。はい。で、ギネスさんが30分やったらいいのにって。あ、大人の事情でできないんですよ。はい。いや、ていうかもう、王子のトークが持たないよね。ていうか、王子のトークを減らしたらね、もっと時間を有効活用できるかもしれない。あら。それ大事だよ。本当に、はい、王子のね、トークがないことにはなったら始まらないでしょ。うん、まあ、そういうことにしときましょうかね。うん、はい。反応が鈍いね、最近。はいはい、メールお願いします。はい、はい、続いてですね、はい、R&K のパパさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、ミソさん、滑って滑って起きられない、名古屋の気温を一人で下げている、王子、こんばんは。やっぱりそうなの？はい。ほら、みんな、でもね、王子は、滑って滑って起きられる、うん、ですけどね、起きられないことないんですよ、はい。ちゃんと起きれるんですよね。起き上がってるもんね。ですよね。うん、はい、うん。どんだけね、滑りが良くても、ね、大丈夫ですよ。はい。はい。はい。続きどうぞ。はい。で、マイク。私はカラオケがあまり好きじゃないから、マイクを握ることはあまりないですね。流行りの歌にはまあ疎い。これ誰の歌？聞いたことないばかり。たまに歌いますけど、古い歌、好きなアーティストの歌ばっかりになるので、歌うのが恥ずかしいです。王子、18番は誰の何という歌ですか？ 3 分もらって生歌を歌ってください。あら、そんなに聞きたいので、ね、ギャランティーが発生しちゃうけど大丈夫かしら。お黙り。王子のお箱は？王子はね、また滑りナイトでね、もし時間があればね、うん、歌いますけどもね、坪井のりおさんの歌を歌っても大丈夫かな？ふざけるなー！あまり、あれ、放送できる？できない？ふざけるなー！で、それは金太の大冒険という歌がございますけどね。お引き取りください。これ、今本当にあれ、歌えないの？お引き取りください。ダンサーズも何も言わないよね。で、SE で返事してるっていう、ちょっと逆に怖いよね、これね。もうね、もしそういう機会があればね、ちゃんとしたね、美声をですね、はい、美声をですね、美声をね、うん、お聞かせしますのでね。うんはい、もういい？はい。はい、じゃあメールいきますよ。はい。はい、品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ますダンサーズさん、みそにさん、しゃべり王子、マイクマンさん、こんばんは。なかなかいいあれですね。ね、変わっちゃったけど、いい講習っぽくていいね。あれ、うん、気に入っちゃってる。テーマ、マイクということで、男性だけかもしれませんが、カラオケでマイクの持ち方に癖ある人いますよね。氷室京介さんみたいなタイプとか、めっちゃ口につける人とか、正しい持ち方は先端もお尻も持たず、スイッチのあたりを持つんだそうです。うんおちなみに自分はお尻を軽く持って歌う演歌スタイルです。お三方さんはどうですか？うん、ってことです。三河健一さん。お尻ってちょうど
要は、ね、根元ですよね。そう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 、あれは松山千春がそうですね。まあ、そうですね。で、なかなかこのね、手の組み合わせが難しいんですよね。氷室京介をね。氷室京介のような持ち方しますと、すっごい困るんですよ、PA やってる人は。おうん、ものすごい羽織るんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、マイクの頭の玉のところを触、やっちゃうと、うん、ハウリングとか、いろんな音を拾っちゃって、大変ですよ、あれは。そう、そうなんですよ。あれは、正しい持ち方ではありません。急に声大きくなったけど、なんでかな、はいはい、最近私ね、マイク持つと小指が立つんですけど、なんでかな、うん、ああ。まあ、そういう人もいますよ。いますね。いますね。ね、今でもマイク、ゲーマーマイクだから、ちょっと癖出ないな。ゲーマーですもん。ゲーマーヘッドセットです。あれ、またやってるの、ゲーム。つぶつぶ違うって。はい、どうぞどうぞ。はい、メール。続いてですね、銭形警部からです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。昔のテレビ番組の画像を見ていると、当時のマイクは今と違い、マイク用のスタンドに専用の配線が繋がっていましたが、時代が進むにつれ、マイクが進化し、昔のように専用の配線がなく、コードレスになり、マイクの大きさも小型化になっていますね。昔のように、あ、ごめんなさい。うん、どうした、うん、ちょっとね、ちょっと、うん、間違えました。何昔のように専用の配線がなく、コードレスになり、マイクの大きさも小型化になっていましたね。時代が進めばもっとコンパクトになるんでしょうね。ダンサーズさん、みそさん、滑り王子、最後まで頑張ってくださいってことでございます。はい、あのね、どこ間違えたの？なんか、これは王子のミスでございます。王子、あのね、銭形警部ね、いつもね、素晴らしい文明なもんですからね、はい、次を読むとこをね、間違えるんです。うん。うん。こう、なかなかこのね、文明が、行をね、今みんな聞いてるとびっくりしたよね。おがちからもちさんが、ついに王子が壊れたかって。いや、壊れた。いや、壊れてますよ。もともと壊れてるから、ご心配なく、はい。今日は失敗しないように読もうと思ったのに。まあ大丈夫。いつものことだから。はい。あんつばさんが小指立つな、はい、マイクの頭つかんで、親指に、親指を顎につけるだって。いろいろありますね、持ち方ね。あ、でもね、顎をつけるのね、松山千春もね、顎つけるんですよ。だからいろいろこう見てるとね、あとマイクをこう、ものすごく離して歌う方いらっしゃいますよね。うんうん、マイクはですね、本当握り拳一つぐらい開けてやるのがいいんですよ。なるほどね。うん、顎につけたりとかってやるのはきちんとした音が入らないですので。これ真面目な話なんですけど。はい、ということで、はい、エンディングです。はい。来週のテーマは来週のテーマは外食です。食べたい外食や外食の思い出などお送りください。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、自動車整備を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今夜もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ガラガラ。はい、お聞きくださいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この感じのエンディングが。うん、今週で終わりなんですね。今週で終わりですね。じゃあ、うん、来週からは、はい、おまけ放送で、そうですね、お願いいたします。はい。はい。はい、サイドブレイクカカロットさんもありがとうございます。おばあからもらったプライベートジェットさん、さあ、さん、葛飾のちんさん、シュプリームさん、品川もろともさん、あんつばさんもありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございます。おまけも来週は楽しみ。